この日行われた牧島ミサホルモンの記者会見、いい意味でも悪い意味でも驚愕的な発表、括弧一部の方にとってここで何が話されたのか大公開。じゃん これすごいですよ。これとアウトサイダーここ大人気書いてあるしね。こっち側もやっぱりやったぜ。それよりもジャンの方がもう見える。印象がアウトサイダーです。すみません。飲食店の夜の掃除のバイトから急にメジャーデビューしたもんで、要するに就職したことないんですよ。初めて、40を超えて初めて就職できたという。就職してないです社員じゃないですか。初月給で何を買ってお姉ちゃんに買ってくれるのかなって。そもそも社員が、ベンサーじゃないから。ベンサーやめて今回リニューアルされた商品をこってりという言葉もね増えましたね、はい、こってりナイスとリニューアルされたわけなんですけれども、これっていうのはホルモンさんとの関係っていうのはあるんでしょうか。僕らが結成当初から麺肩こってりっていう言葉を合言葉にして活動してきたんですけども、この言葉のとしましては何事も噛み締めてあっさり生きずこってり生きろっていう、そういうスローガンにもなってて、ずっとこの言葉をいわば背負い続けて活動してきたっていう感じですかね、はい、さらに僕が数年前生活習慣病で実は100キロの体重を、はい、食事制限頑張って落としたんですよ、はい、その際にやっぱりずっと麺肩こってりって言ってたバンドが、痩せたら、こってりちゃうやん、そうね、そうね、はい、ロックが健康に気遣うなとかもう批判がいっぱい来まして、はい、その怒りの魂を込めたのがこのこれからの麺肩こってり。そうね。こちらカップヌードル、はい、はい、もちろん僕大好きなんですけども、世界的なもうね、これはもう大好きだ。コンビニ行っても僕そのサラダチキンばっか食ってたんで、まあ、病気でね、ありますから。僕がこちらのこってりナイス出た時に、はい、この時僕プンってひらめたんですよ、はい、つまりなんだこれが僕らこちら我々マキシマザホルモンですね、はい、はい、まあ、僕らマキシマザホルモンは味もカロリーも変えません。でもこんなホルモンが、はい、もしいたらイケメンこれはということで、マキシマムザホルモンフランチャイズ制導入です。導入しまーす。僕らマキシマムザホルモンの秘伝のスープ、つまり曲です、うん、曲を自由に使ってもいい、で2号店はフランチャイズ店はそれを自由にアレンジして発動してもいい、まさにフランチャイズ。ちょっと、ね、質問があるんですけど、はい、例えば夏フェスのシーズンとかって、うん、同じ日にいろんな場所でこうライブのイベントをやってる時があるじゃん。こっちのフェスも、あれ、ね、北海道行きたいけどこっちもあってみたいな、そういう時に例えばどっちかは出てもう一方を2号店に出てもらうみたいなこともいけるってことか、はい、2号店は本店のバタちゃんじゃ。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗実はオーディションで選ばれた2号店のメンバー、はい、もうステージフェス出れます。え決まってますよ。なんとじゃーん、ビバラロック5月5日埼玉スーパーアリーナ、ま、ビバラロック2019、これ OK もらってるんですか。もらってます。もうちょっと待って待って、シカノから OK もらってるんですか。待って、シカノの寛大な気持ちもわかるけど、その埼玉スーパーアリーナってそもそも俺たちホルモンもさ、そんなにライブやったことないでしょ。そうですよ。そんなとこにここまでバーターでもないはずの2号店が出れるわけでしょ。出れます、はい、プロデューサーシカノさんに、はい、僕の熱い気持ちを、うん、本気でフランチャイズを考えてるんで、はい、もし選ばれた時にはってもうお願いしたんですよ。うん、リョークがそこまで言うならっつって、もう心中しようって言ってくれて、
特別にこの枠を死ぬわけじゃないんですいや、しかも死ぬの2号店はこう本店がお休みの間の臨時店みたいなイメージでいいんですか。いや、違いますね。企画ものの期間限定とかそういう臨時店ではないです。うん、ちなみに今発表するけど、うん、2号店は副業気分で、はい、バイト感覚で、うん、応募ありですから。え、待って、ごめん、ちょっと皆さんも全然応募できます。ちょっとすいません、これ年齢4歳以上これはだいぶ、これはね、すごいでしょ。これボードゲームと一緒ですから、感覚が細かく言うと、だいぶ門を開きました。おむつ取れた後がいいかな。そうですね、そうですね。だいたい最近の子は3歳前後で取れます。まあ大丈夫でしょ、4歳4歳いけるでしょう。性別不問です。性別不問、はい。まあもう、マキシマザホルモン自体がもうね、もう性別が合ってないようなもんですからね、はい、ありますけどね。あ、はい、両手にも。あとは人種、種族不問だから国籍不問でとってね。パーマンで、はい、バードなんかで、ね、いろんなパーマンを探したけど、はい、パーマン2号面倒くさかったのが、うん、猿でいいや。あ、ブッ、うん、ブービー。ブービーですね。っていうのもね、はい、話ブービーですね。2号店全員猿もありなんですよ。なるほど、なるほどね。応募資格はご覧の通り。しかしドン、いじめっ子、麻薬中毒者、犯罪者、詐欺師、動物虐待者はもう絶対ダメ、これは絶対ダメ、許さないから。いや、そもそもダメ、絶対。いや、そもそもこれ当たり前の、別に絶対ダメ。これらに当てはまる人は絶対ダメです。他にもすでにプロダクションに所属されているのに承諾を得ていない方、ホルモンのメンバーに見た目特徴が似ている方、5月5日スケジュールが空いていない方、そしてビバラに出るこのウーバーワールドユニゾンスクエアガーデンシシャモはダメです。残念残念。そうか、タクヤ来ても落とすから。ちょっと見たかったわ。シシャモママザホルモンみたいなの見たかったわ。落としますよ。シシャモにタクヤがいる場合もあるわけでしょ。それでタクヤ無限大ついてますからね。無限大だもん。ダメですよ、ダブル向きになっちゃうんで。無限ちゃうかった。これらの方もごめんなさい、応募できません。そして本店にはない2号店ならではのこんなメンバーも募集。第5のパート、第5、おあら今4人組だから、まあ、はい、ボーカル、ギターな、はい、ドラム、ドラム、デス声、ベース、なんだ次は。それ以外のパートも募集します。ああ、だからこれはよね、ダンサーとか、あ、ドラゴンシールと DJ とかダンサーとか、楽器じゃなくてもいいってこと。なんか例えば、例えば YouTuber とか、あ、そうそうそう、いいと思います。ステージでなんかもう生配信大会する TikTokこういうの、こういう人からずっとホルモンの横でずっとずっとなんか全力何々みたいな。実際本当にいたけど、どっかのバンドでさ、赤犬っていうバンドの方がずっとジャンプを読んでる係の人。あ、赤犬ちょっと前まで、その前、ジャンプの前はずっと絵画描いてた。絵画描いてる人とかもいました。そういうのも OK ってことですね。湯切り切るとかだよね、ずっと湯切りいいよ、こうチャッ、え、チャッってやる。第5のパートは楽器じゃなくても何でも OK。 この2号店オーディション、さらにビバラロック出演までの道のりはホルモン YouTube 公式チャンネルで配信決定。その名もこちらでございます。おー、マキシマザホルモン世界初バンドフランチャイズ制導入記念ガチンコザホルモンコトラリーのキャッシャーチャーチャーチマキシマザホルモン YouTube 公式チャンネルで3月19日頃から配信開始です。おー、よろしくお願いいたします。こちらにしっかりとあの追いかけますので、これは皆さん楽しみですけど、どのくらいの頻度でこの YouTube を更新していくんですか。結構人気の YouTuber 結構もう頻繁にやるけど、よく上げるね。さすがにそれちょっと無理だから、まあ週2ぐらい目指したいなみたいな。そうですね、最低でも週2回もね。僕らは YouTuber になるわけではないので、そうですね、はい、なので、まあ、それぐらいの頻度かなっていう。あ、はい、最後に一つだけ、はい、大事な、あ、悪い方の、ないかな、いい意味でも悪い意味でもの、はい、あの一部の方にとっては悪い、一部の方にとってはちょっと悪い方のお知らせをさせていただければと思います。はい、はい、僕らはもともと八王子出身、はい、まあ、生まれも育ちも違うんですけど、八王子のバンドなんですけど、
拠点したんです。でバンドの拠点とか出身地とかご当地アイドルじゃないけど、うん、バンドってやっぱ出身の土地があるといいなと思って、そうですね、だからフランチャイズに選ばれた2号店にも拠点の土地を選びたいんです。はい、すごくいいことなんじゃないですか、2号店の拠点が決まるっていうのはね、はい、フランチャイズの、まあ、ラーメン屋さんでも、例えば本店の近くの地域に2号店って出さないんですよ。まあそういう、そうですよね、本店の隣にあっても意味ないんで、ってことはつまり2号店の拠点に選ばれた、これから選ぶんですけど、はい、その選ばれた土地にはマキシマムザホルモンは、向こう5年間その土地でライブをしません。しません。絶対行かない。ライブしに行かない。無茶ないもん。これから2号店の本拠地、そして本店が向こう5年間ライブを行わない場所を決めます。魔のマーク、こちら恐ろしい菊の大魔王が西の魅力消したやつだ、はい、思い出してください。ぜひこちら今ボールがありますよね。これボールにはそれぞれあの赤サタンが浜やらはとこうひらがな振ってます。50音のね、これが50音です、はい、で今からこれボールこの中に入れます、はい、そして喋りの長い田中健さんがこのボール引きます、はい、で出た行の都道府県にまずは絞ろうと思います。例えば「は」が出た場合、これらの都道府県が候補となります。さあまずは第一次抽選、何の文字が出るのか。お願いします。田中の「た」。うわ、まず絞ります。何があるの、はい、じゃあこの他行の中で、何があるの、いただきます。何や他行、マジですね、田梨とか鳥取県、鳥取県、ああ先ね、はいはい、そして栃木県、餃子ね、はいはいはい、あ、徳島県、徳島阿波踊りか、何千葉県、お前ジャガーさんに会われへんけど、この前ジャガーさんに会えない、何すんねん、お前ジャガー星から来てるからなかなか会えない。富山県、白エビ、おいしいやつや。引いたな。何？東京都。頼むよ。危ないよ。どこでやっと？資格問題だ。どうしたらええねん。何もできへん。おい。ということで、2号店本拠地および本店が向こう5年間ライブをしない都道府県候補はご覧の通り。千葉、東京では多くのイベントやライブハウスがあるが、果たして選ばれるのは？お願いします。どこ、怖い怖い、どこ、どこ、怖い怖い、どこ、とちおとめのとちとちとちぎ、待ってよ、え、ちょっと待って、うちおじいちゃんの、おじいちゃんとおばあちゃんのお墓あるわ、うちの宮に。二号店の本拠地は栃木に決定。栃木の皆さん、2号店の応援よろしくお願いします。マキシマムザホルモン、2号店、職業、年齢、国籍、全て一切問いません。そして、第5の、パートの募集もございます、そして5月5日、ビバラロック出演、はい、埼玉スーパーアリーナ、はい、出演もすでに決定しております、はい、我こそはという方はですね、どしどし、ご応募ください、はい、そして、その2号店の、奇跡の奇跡をですね、追う番組、はい、こちらが、ガチンコザホルモンポッテリの継承者たち、YouTube で、3月19日頃からですね、配信予定でございますので、そちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございました。そして会見終わり、記者からこんな質問が、まあ、この機会にどうしてもあのナフさんにお聞きしたいことがありまして、はい、2014年某写真週刊誌、まあ、フライデーなんですけど、ね、そちらであとちょっと趣旨に関係ないやつ、ね、やめていただいていいですか。でですね、あの後結構うやむやになって、ちょっと待って待って待って、マジであのこれこっちサイドじゃなくて、あのこっちの方に戻れてる。
んの方でもいいんで、ちょっと本当趣旨と違うんで。ありがとうございました。ダメダメ、本当にこれはマジでダメ。記者会見もうなんかやめさせてもらうわ。私はまだワンチャン諦めてません。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、記者発表の方終了とさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。フランチャイズの詳細および2号店オーディション情報はマキシマムザホルモン公式サイトまで。